ショベルヘッド解放区の酒井です。本日はですね、このショベルヘッド、今ここでショベルヘッドなんですけど、エンジンのここのシリンダーがベースガスケットですか、この一番下のここの部分ですね、ここの部分からこのエンジンオイルが漏れるんですよ。で、ここの漏れた部分にシーラントを塗って止まるかどうかという実験、ちょっとまあこの動画だけではその実験の答えは出ないんですが、そのようなことを動画で撮っていきたいと思います。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのことやハーレーダビッドソン、バイク、DIY、メンテナンス、バイク購入についてなどを話させていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あとですね、動画の方にもグッドボタン、あとコメント等いただけるとすごくテンション上がって動画撮っていけるようになりますのでよろしくお願いします。はい、それではシーラントっていうんですかね、を塗って、まあ、その外部からオイル漏れを止めるということで、まあ、それをちょっと実験のような形でやっていきたいと思います。はい、で、まあ、なぜこのような動画を撮っているかと言いましたら、まあ、実際これここガスケットが入ってて、このガスケットが抜けてる状態になってるからオイルが漏れてくるのかと思われるんですけど、大体このオイル漏れっていうのは結構こうしっかりやらないと止まらないじゃないですか。けどなんかこういろいろ市販の、まあ、その部品屋さんですとかパーツ屋さんとかにオイル漏れのいろんなものあるじゃないですか。エンジンの中に入れて止める車とかだったらそういったものであったりだとか、まあ、ケミカルっていうんですかね、ちょっとよくわかんないですけど、で今回僕もそのアストロプロダクツ、アストロの方に工具屋さんに行って、まあ、外部からオイル漏れを外部から止めれるものないかということで、話をしていってさせていただいたら、まあ、こういったもの、これ JB っていうんですかね、これよくなんかいろいろあると思うんですけど、これが一番いいっていうことで、シーラントっていうことで、これをまあその漏れるところ、こういったとこ、この継ぎ目からこれ漏れてるんですけど、ここに塗って、まあ、エンジンをかけたらもしかしたら止まるかもしれないっていうことなんですよ。けど結構その止まらないっていうことは、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、けどそれって止まらないっていうのはもう今となっちゃう、もうブログとかいろいろそういうのでこう見る情報として、まあ雑誌を見てとかって、そうこういうのでは止まらなくて、やっぱりガスケット交換しっかりしないといけないよっていうことが書かれていると思うんですけど、動画でこういったことはなかなかないのかなと思って撮っています。でもし止まったらいいですよねっていうようなところもあります。はい、じゃあちょっとまあこれ今からちょっと塗っていきますので、拡大して塗っていきますので、見ていただければと思います。はい、それではカメラを近づけたので、シーラントをやっていきたいと思います。これですね、はい、これ新品なんですけど、ハケとかあんのかな、ハケがないじゃん。まあちょっとまずとりあえずちょっとオイルとか漏れてたんで、これ何でしたっけ、パーツクリーナーで油膜を取ります。で漏れてたのは結構この辺なんですよね。なんでこの継ぎ目に、止まってくれたら嬉しいんですけどね、ちょっとこの辺の油を、オイルをこう漏れたとこをこう取ってですね、しっかりこの液体が入ってくれればいいんですけどね。よし、じゃあちょっとこれで乾かす感じにして、でこれですね、これ開けていきます。でなんかこれ僕ちょっと今開けちゃったんですよ。これなんかこれ結構あるんですけど、一回こっきりしか使えないイメージがあるんですよ。外国のやつなんですけど、なんかこう、すぐ固まっちゃうっていうか、よいしょ。OK。で、これ先っぽ切るんですよね。この先っぽ切って、ここでつけるっていうパターンですよね。OK です。ちょっと待ってください。ちょっと。指で塗る？指で塗るのもちょっとまずいですよね。なんでちょっとこう、まあ、指で塗った方がいいのか、指でこうグッグッグッって押していくような感じで塗った方がいいのか、ちょっと自分の指を今度ちょっと油膜を取ります。あ、ちょっと待って、その前ちょっと待って、でこれの先っぽですね、この先っぽ切って、これの
先っぽですか。この先っぽを切って、あ、全然また。OK です。これで、出してきますんで、この、ちょっと 何って書いてあるかわかんないです。で、これ、先っぽですよ。ここ入れて、で、どんな色なんですかね。あー、これか。これだ。こんな色ですわ。OK です。じゃあ、ちょっと、ここに、これを取り付けて、なんかこれもったいないよね。ここに、まあいいか、まあいいか。ここになんか溜まってもったいないよね。よし、じゃあ、ちょっと指も、ちょっと油取って。よし、じゃあこれを塗ってきますね。ここの部分がもったいないか。なんかね、先っぽをもうちょい切りたい。全然、なんか。液体が出ないかも。これ止まらんよな。なんだろうな、これ。ただな、塗り方めっちゃ下手。うわわわ、これやっぱハケで、何ここ、なんかね、なんか嫌な感じだな。どうして、ちょっと全然出ないんですよ、これが。なんかこれが全然出ない。もうちょい切るか。すごい、これなんか固まるとかっていう話なんですよ。そこの。強烈に。この辺もこう、ちょっとこれで この辺なんか少ないな。これで止まったら嬉しいですよね。けど実際ね、すでになんかこうくっついてない、もう油がなんかすでに。感じになってますね。段みたいのがあるんで、いいのかな、よし。すごい、これ粘着力っていうか、ねちょねちょですわ。よし、じゃあこれでちょっとここもうちょい、ここなんかもうちょい、うん、
見た目はあんまり良くないですね。まあ別にしょうがないです、それは。よし、じゃこれで一旦乾かして、でその後もう一回塗ろうと思います。ちょっと一旦少しだけ時間取って、もう一回塗ろうと思ってます。はい、じゃあ一旦ここでどれぐらい置こうか、何時間ぐらい置こうかな、ちょっと時間を置いてもう一回上から塗るっていうパターンをやりたいと思います。はい、じゃあちょっと時間置きます。はい、数時間ちょっと経ったんですけど、でまあちょっとまあ乾いてるんですよ結構、ですがちょっとね失敗したとっぽくて、あ、そうでもないのかな、ここ、オイル、実はですね、ちょっとですね、この、まあ今これクラッチつけて、つけた状態なんですけど、ちょっとクランキングしてしまいまして、もしかしたらちょっとそこで出たかな、オイルがちょっと出ちゃったのかなとか、ちょっと不安点があるんで、まあ、これいいのかな。なんでちょっともう一回ちょっとオイルっぽいっちゃオイルっぽい、なんとも言えんところですね。まあギュッとこれ僕だいぶ固まってるんですよね。でまあ見た目はいい感じなんですけど、まあちょっと一回これちょっと一回もう上からやっときます。でまあ今度エンジンかけた時どうなるかっていうことをまあちょっと検証したいかなっていうところですね。ちょっと見栄えはめっちゃ悪なりますね。そんなに持ってもあんま意味ないですよねけど、実際は。よし、まあちょっとこんな感じで、まあエンジンかかった時に漏れるかどうかというところの検証です。はい、じゃあちょっとちょっと先になりますけど、また多分漏れるかなと予想はしてますけど、もし止まればラッキーなんで、検証していきたいと思います。またその動画後日撮りますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。